皆様こんにちは。あいにくの雨になりましたが、ようこそおいでくださいましてありがとうございました。時間になりましたので、ただいまから始めたいと思います。それでは白橋先生、よろしくお願いします。それでは皆さんこんにちは。雨の中お出かけいただきましてありがとうございます。世界のほとんどの国は法律によって国家を治めていくというわけで、法治国家というふうものを構成しています。中には人がですね、国を治めるような人事国家、これは独裁国家が多いんですけれども、こういう国家もありますが、ほとんどの国は法によって国家を治めていくことになっている。そこでその法律の親分が憲法であるわけですよ。憲法だから、憲法と国家の関係というのは、法治国家である以上これはイコールがいいわけです。しかしですね、憲法のために国家があるわけじゃない、国家のために憲法があるわけだから、こういう状態だな。すなわち国家及び国家を取り巻く状況、あるいは時代の中で新たに対応しなきゃならん課題があるのならば、その国家のために憲法というものは改正されなきゃならんし、それから今のような事態が起こった場合にですね、憲法の拡大解釈ということでですね、拡大解釈ということで、この国家の方をですね守る、特にその国家の生存というものや安全と、こういうようなもの、あるいは国民の保護というかな、国民の保護、こういうようなものは憲法のためにあるわけじゃなくて、国家があってこういうものが必要になってくるわけですから、状況としてはこういうことがある。で、この間佐藤さんが質問された立憲主義というのはこのイコールの関係で、こういう状態に持ってこなきゃならん、そういうための憲法にしなきゃならんということですから、どっちが先かといえば国家の方が先で憲法は後になる。しかし日常的には憲法によって国を治めてくることであるから、憲法が国家のそういう国際状況とかそういうものに対応する関係の中でイコールにするような改正をしなきゃならんということになってくるわけであります。でとりわけですね、その日本国憲法の最大の欠陥というものは前文にもあるけれどもですね、あるいは憲法9条の問題、これは9条の解というのができておってですね、どうでもこうでもこの9条を守るんやということで、つまなこになっておる人間もあるですね。この間家内もある人に出くわしたらですね、ちょっと今日女房は神奈川の方行ってますので、ちょっと欠席して申し訳ないけれども、あれです、九条の会の人がですね、チラシ持ってきて署名簿と、でこれ署名してよ、憲法改正されると戦争になるよと、こんなような簡単な言い方で、進めて、でその紙をですね、うちの家内にも見せて、こういうのが来たが、先生、白橋さんも書いてもらえるより、ちょっと待ってくれということで、コンコンと説明したら、そういうことですかというような話でありましたけれども、そういうことで非常に熱心に、やってます。岐阜では、名前を何て言うかな、パッと出てこんけれども、私も別々ではありましたけれども、憲法問題に絡んで、有新聞から取材を受けて、その憲法9条の吉田いう人と、私とで記事になったことがありますけれども、そういうことです。で、今、世界の情勢というものを考えたときに、とりわけ国家の防衛と、あるいは安全保障というものを考えたとき、どういう状況になっているかというと、このですね、紙の中を開いてもらうと、とりわけ日本の周辺ですね、日本の国の位置は、この地図で分かる通り、ここは日本で、どうも考え方が違うこのロシアというですね、
一種の勝って社会主義をですね標榜して、共産主義社会主義という思想を全国に撒き散らそうと世界全部ですねいうようなことになった国がある。中華人民共和国というこれも社会主義の国家でありますけれども、社会主義と資本主義独裁ちょっとわけのわからない国家になっとる。経済はなんか資本主義経済みたいなものやってますしね。でそういう国がある。でここにもう一つ北朝鮮というそのわけのわからん国も社会主義の国ですけれども、社会主義の独裁国家があると。こういう状況の中に地政学上ですね日本は位置しておりますので、ある意味じゃあこの考え方の違う国の中にある、まあ、一つの砦みたいになっておるわけですね。でまあアメリカという国を軸とする自由主義陣営の国というのは、まあ、この辺はみんなそうだし、このキューバはちょっと違うし、ちょっと南米には少し社会主義的な国家もありますけれどもね。この間面白いここのウルグアイの首相が日本に来てね、世界一貧乏な大統領と言われている人ですけれども、なかなかいい言葉を残しておいて、今なんか本も相当の勢いで売れておるらしいけれども、そういう中に地政学上日本の国家の位置というのはそういうところにあるわけや。だから、この状況を見るとそこにロシアと中国、それから中国、それから右側に北朝鮮というようなことがそこに書いてありますけれども、まずロシア中国について言うとですね、そこに書いてあるように自衛隊の航空自衛隊がですよ、2014年にスクランブル発進、すなわち日本の領空や日本の領土の近く、領空と言われるところに突入しかかるような時に、航空自衛隊は必ず緊急発進、スクランブル発進をしとるんですけれども、それが年間943回ということだから、1日3回ぐらいのですね、平均になるようなスクランブル発進をして、日本の空を守っておるという、まあ、要するに入ってこんようにしておるわけですね。でその割合が中国は7割、ロシアが3割で、北方領土も最近ロシアは返さんみたいなことを言い出したな、そういうようなことで領土問題なんかも大きな問題があるし、中国なんかはこういう自衛隊だけではない公船と言われるような船、これは完全に中には軍人なんかも乗っておるわけだけれども、そういうのがですね尖閣列島を軸にして入ってきておる。で中国の乱を見ると右の図の東シナ海が拡大版で書いてあるわけだけれども、防空識別圏といって、そういう空のですね陣地みたいなもんだけれども、ちょっとそこに、プリント見にくいかもしれんけれども、 L 字型に なっておる実線がこれ日本の防空識別圏、日本の国がここは日本の防空する一つの境ですよという考え方。ところが中国は今度、V 字型になっておるですね、中国と書いてあるところから V 字型に実践になっておるのが、これが中国のですねこの防空識別圏やと言って言い出した。で 日中のちょうど真ん中にある線というのは点線であるのが、領土と領土の間を中間を引いていくと、これが中間線になるわけ。その中間線のところにですねいろんな島があって、島もあるし、その中間線の中にイゲタのマークがしてあるけれども、その辺で油田がですね石油が出るという、まあ、海底調査が行われて、それで日中の間ではですよ、まあよく話し合いをしていきましょうということになっておったんだけど、どん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 中国の方がその海底開発をして、今いっぱいその辺に油田が中国の方に全部取られてしまっておるというようなことにもなっておるわけですね。でさらにまあ
中国の人が言うのは、そういう尖閣列島ではなくて琉球沖縄もですね中国のものになって将来は言い出す可能性もあるんじゃないかというような、要するにかつてのソ連が南進政策といって、あそこ寒い国だもんだから南へ南へ進出していって多くの国を併合してですね、ソビエト連邦というのを作ったと同じように、中国のも今太平洋に出たいこと、あるいはまあその石油の油田なんかから言うのならばエネルギーを確保したいこと、まあ、そういうようなことから含んで、そういうまあ勝手なことをやりにかかっておるという状況があるわけです。でこれがまあ東シナ海という尖閣列島を軸にする日本に近いところの、まあ、今の状況です。で今度その下へ行くとですね、南シナ海、ここがまあ今は大騒動で、点線みたいな風になっておるこう U 字型の大きな輪が、これが中国の主張するところの領海っていうんだね。でフィリピンが主張する 領有権っていうのは点線でずっと書いてあるところで、この南沙諸島と言われるところは、まあ、フィリピンの領土だと言ってフィリピンは主張しておるわけです。でベトナムはですね、またベトナムで今度、細い実線で書いてあるところ、これがベトナムの領域だっておる。そういうのをこうやって重ね見ると重なるところがあるやろ。そこにですね、その南沙諸島、すなわち、まあ、スプラトリー諸島というふうに、まあ、英語では言うんですけども、そこにですね、その、大きな今問題になっておる南南沙諸島問題というのがある。でこれがですね、どういう状況になっておるかいうと、O という欄を見てもらうと左下ですけれどもですね、これが南沙諸島、西沙諸島が書いてある。で中国の軍事基地はその海南島というところにですね、海南というところに3あと書いてあるけれども、そこに原子力水の潜水艦を持つ寄港できる基地を持っておる。で今中国は原子力潜水艦をソ連の古いやつを買ってですね、改良して、一隻持っておるが、これからだんだんもっともっと作るというようなことになっているんですが、これが軍事上の拠点になっているわけですね。でそれに加えて、そのスクラルラリトリと南沙諸島の各島々をどん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 埋め立てしてですね、左から順番に行っていくと、ファイアリークロス島というところには3000メートルの滑走路、それからその下に書いてあるクアテロン礁というところにはレーダー基地、さらにその下へ行ってジョンソンの南この岩礁にはレーダー施設やらですね、50メートルの灯台、ずっとこう読んでてもらうと、そこに滑走路や軍事基地や大型旅客機が、発着できるようなところを、まだどこの領土とも決まっていないのに力でですね押さえて、まあ、そういうところをどんどんとこのあれですよ、自分の国のものにする規定の事実を作ってしまっておる。だから日本でも尖閣列島なんかを日本の国だというのようにするのだったら、あの石原慎太郎さん、この石原慎太郎の田中角栄の話で有名になってまったのがですね、田中角栄さんとは肌が合わなんだんやけども、この頃は角栄さんは天才だというようなことで時々テレビでもそういう発言をしていらっしゃいますが、確かにあの昭和の大公を言われた田中さんという人は闇の面もあるけれども、なかなか希代まれな総理ではあったと思いますけれども、そういうまあことで、南沙諸島、これがまあ自由の海ではなくって中国のこの支配下に なりかかんとしておる海になっておるんで、今まあアメリカはご存じの通り航行の自由ですね、船がそこを常に行き来できる自由というものを確保するために空母を通らせたり、あるいはまあ
かるべき大型の船舶をそういうところへ行って、ここはですね、自由の航海、自由に航海できる海ですよということを示さんがために、そういうまあパフォーマンスをやっておりますが、日本もそれに呼応する格好で自衛隊がそれを護衛したり、まあ、共同で、そういう作業をしようとしております。でちょっとこの図では見にくいけれども、このですね、このここから日本は石油が始まるわけやな。ここからこう通ってインド洋を通って、このまあ何とも細いマラッカ海峡を通って南シナ海を通って東シナ海を通って日本へ入ってくる。でもしここが中国の海のような風になってしまって、いっぺんいっぺん中国の許可を得なきゃならん、許可しなかったら倒産路というような、そういうまあ海にしてしまった場合には、石油はこっからですね、こう行ってこのインドシナの南側を通って、ここの海峡を渡ってフィリピンの海峡を渡って、こういうふうに入ってくることになるな。あ、こういうふうに入ってくることになる。そうなるとね、どのくらい日本に損失があるかいうとですね、そのインドシナの、インドシナのこっちを回ってロンボク海峡、海峡というのと、ここにもう一つは マッサル海峡というのがあるんですが、そこが通り道なんや。こう来てこう入ってくる。そうするとね、石油は3日遅れるな、3日遅れる。で、船一隻について、船一隻について3000万円のプラスの、その航行済みする必要のある、そのあれですよ、エネルギーがいると。それから、さらに、この、だからこの3000万円のプラス、3000万円一隻についてですよ、一つの船についているのを、ここの国民で割、国民の人口で割ると、国民一人当たり月3250円のこの金がプラスオンしなきゃならんということになるわけです。でさらにですね、この南シナ海、ここを通る船ですね、船はどうであるかいうと、南シナ海を通過するところの船、通過する船ですね、これはその1年間で数字のことはしっかり見なあかんのです。16,800隻やな。隻通るわけ。で、日本の貿易量、日本の貿易総量の南シナ海を通って物資が動いておる貿易総量の、53.7% はこの南シナ海を通ってきておるわけです。で石油はですね、88.9% がここを通ってきておる。液化天然ガスですね、ガスはですね、その 66.2%、これがこのあれです、この南シナ海、すなわち、まあ、石油でいうとこれだし、それから日本へ輸出するもの、あるいは入ってくるもの、全部ここを通ってくるわけです。でその数が16,800隻、そのくらい船がここを通ってるわけな。それから日本がやっている貿易総量、まあ、世界に全部に向けてやっているわけですが、主にまあ物資というのは一番安いのは船で運ばれますから、そのやっぱ半数がここを通ると。
アメリカはこっちに行くよ、アメリカ行く時にはこっちに行くけれども、ヨーロッパやこっちへ行く時にはそれだけ通ると。それから石油はこっち側へ入ってくる方ですが、これがまあ 88% で、一家天然ガスもそういう。そうなるとこの海というのはですね、日本にとっては死活問題になってくる、その海になるわけです。だから結局この海の自由航路と自由航海というものを保たなきゃならんということで、今アメリカはそういうデモンストレーションをやりながら中国を牽制しておるわけです。それで次の P というところ、 P という図を見てもらうと、 O の横や見てもらうと、その南の白海で想定される自衛隊法95条第2項のですね、その武器等の防護の運用例ということで例が挙げてあるんだけど、一番上に X 国と書いてあるわな。これも完全に中国のことや。なんでやしらんが日本は中国に関してはこのあれですよ、若干この遠慮するようなことを書くんだけども、これは中国やな。そう、中国がですね、人工島を占有して、そこに12海里内は12海里は自分の領海領土と一緒ということを主張してですね、民間の船の通すことをそこで、拒否すると妨害するというようなことになると、今度アメリカはですね、その X 国に圧力をかけるために空母を派遣して、今もまあすでに空母行ってますけれども、日本もまあ行っておって、ベトナムにも初めて寄港してベトナムは大歓迎を受けた。でベトナム、あの東南アジアの中ではベトナムが一番今中国に対しては反感を持ってます。さっきの図で見ると分かる通り、勝手なことをやるもんで、しかしまあベトナムは小さな国で国力も弱いもんですから、結局日本やアメリカ、あるいはまあオーストラリア、さらにはまあ最近インドもちょっとアジア問題に興味を示すようになってきました。今まではアフガニスタンとの戦争ばっかりやっておったんだけれども、東南アジアのことについても目を向けるようになってきたということで、先輩ちょっとそんなような書物を読んでおったんですが、でそういうことで、アメリカは空母、これをまあ一番その大したものとしては送り込むわけだけども、そういうものに対して日本もですね、自衛隊がその共同訓練をやって、そしてまあ中国を牽制すると同時に、万が一の場合にはそういう共同訓練というものが戦いになってくる。で戦争というのは外交が破裂したことを戦争というわけですから、まあ、そういう意味ではそういうことになる。で日本は、そういう情勢の中で、海上自衛隊こういうものの防護線、護衛船をですね派遣して、まあ後方支援やらそういうものをして、ここがあくまでその自由の海だというふうにしなきゃならんということが言えるわけです。でこれがまあ今度は東南アジアをめぐる南シナ海の問題、今度右側へ行って北朝鮮、まあ最近もですね、まあ、北朝鮮はいろんなまあことを、国連やらいろその取り囲む国がいろんな注意をしても言うこと聞かんというようなことになって、4月の5日かな、4月の5月の5日か15日かな、ちょっと時間忘れたけど、金日成、その北朝鮮を建国させた人の誕生日が来る、それに向けてまたミサイル開発やら核実験をやるんじゃないかというような報道がされておりますが、そこに書いてある通り、1月6日から核実験やらミサイルやらいうのをですね、撃って、まあ、みんな短いやつは日本海へ押しておるわけですし、この間やったやつはなんか失敗したみたいですけれども、そうなっておる。それがどんなの力があるかいうと、上の図を見てもらうと分かるように、テポドンってやつが一番大きいよな。テポドン2っていうのが一番飛行距離がある。でスカッドってやつが一番小さいわけで、そこに書いてあるのがテポドン2というわけで、まあ専門用語ですけど、私もあんまりその専門では分からんが、そこに書いてあることを言うと、派生型やつだと約1万キロ以上のですね、飛ばすことができるもんで、一番外側の図、
アメリカで言えばロサンゼルス、サンフランシスコ、それからニューヨークの近く、ワシントン、シカゴですね、あるいはまあいうことになる。それから、テポドン2で6000キロぐらい飛ばせるやつはアンカレッジというですね、これはアメリカがソ連から買ったわけだけど、アンカレッジはでアメリカの領土にしておるんですが、有名な飛行場であるこのアンカレッジ、ここまで届くようになると。以下、まあこの間からやっておるやつで、テポドン今度1という方やな、これは1500キロ以上の飛ばす力があるから、そこに書いてあるグアム島というアメリカの大事なですね、アジアを守るグアムの基地、ここが完全に射程距離に入るような、まあ、威力を持っておると。あとそういうテポドンとかノドンとかスカットというですね、まあ、のものはこのトンチャンリというところからの距離が書いてあるが、完全に東京やらあるいは北京もですね、その枠の中に入ると、まあ、こういうような状況で、まあ、軍事力をあるいはミサイルを強化しておるというのが現状です。だからそういう中で日本がしっかり防衛をしていくということが必要であるわけですけれども、まあ、北朝鮮という国のこの今の金正恩という人は、まあ、何やらかすわからんもんですから、非常に心配であるわけです。その心配というのは、ちょっと今度核なき世界という裏側をめくってもらうと、先般核サミットというのが開かれました。で、今、まあ、世界の軍事力が抑制されておるのは、核の傘の下にそれぞれが置かれて、その核のバランスというものの中で、まあ、曲がりなりにも大戦争が起こらないような状況になっておるんですが、とにかくまあ冷戦時代軍事競争をやってですね、このロシアとアメリカいうところは2010年頃にはロシアは12000発、アメリカは9000発のですね、核を持っておった。で、2016年になって、少し減ってきたわけだけれども、その減ってきた理由は下に書いてある新スタートっていうのが書いてありますが、そこに、アメリカと旧ソ連が1991年に結んだですね、第一次の核戦略兵器削減条約、これをまあ、結んで、まあ、オバマ大統領がですね、メドベージェフ政権と交渉を進めて、2010年の4月に一遍は執行したんだけれども、まあ、署名したわけです。で、そのポイントは、その核戦略の核弾頭の数を2018年までにですね、1550発まで引き下げましょうというのがポイントになっておるわけです。でオバマ氏はこういうようなスタートというのを結びながらプラハで演説をして、その演説が世界の核を減らすというようなことで世界に希望を与えたというわけで、彼はノーベル平和賞をもらったわけだけれども、今まあ死にたいのオバマさんがあのノーベル平和賞に当たるかどうかいうことも議論されて、議論っておかしいが、おかしいじゃないかという指摘もする人があるんですが、しかしいずれにしてもこのロシアの12000発が16年には7300発になった。ロシアのアメリカの9000発があったのは6970になった。で、まあ1550まで持っていくことになっとるわけだけれども、こういうものの中でロシアはあまりその削減に応じないというような状況が生まれておるのと同時に、中国は増強しとる。だから他の小さな枠を見てもらうと、中国は240やったのが今260発に2016年にはなっておる。英国はもう少し増えておるね。フランスはまあ一緒、イスラエルも一緒、パキスタンが増えておるですね。インドも増えております。これはで北朝鮮はわけわからんけれども完全に増えておるというわけで、
今核を持っておるこれらの国々がそういう一つの状況下になっておるわけです。だからテロがですね、 IS というまあイスラムステート、これが今世界で大暴れしとるわけだけれども、先般の核サミットという中で共同声明の中で特に強調されたのが何かというと、ちょっとそこだけはあの文字にしたものをそこに変えてきましたが、ダブルのところや、ダブルのところで、第1話サミットの成果として、その核の安全ということに対して、まあ、改善をすることをお互いにやってきたということを、まあ、評価したということ、それから、核物質の防護に関する条約を早く発効させるために、その締約国を増やそうというようなことが、まあ、そこで話しておられたと。特に問題はこのその次のですね、核を取り扱うのは国家の基本的責任だということを再確認したということが一番大きい問題です。もしこれがね、テロ集団に渡ったらさ、何やるわからへんね。これはですね、あの毒ガスでもそうだし、あの麻薬でもそうだし、まあ、何やってくるわからんということになるもんで、あくまで国家がですね、その根本的責任を持って核物質や放射能物質や、あるいは原子力関連施設の核の安全を維持することは国家の責任を持つと、まあ、いうことがそこで、語られたわけです。その中で北朝鮮だけがこういうものに対してですね、ちょっと不穏な動きをしておるということで、まあ、今寄ってたかっていろいろやっておるんだけれども、なかなか言うことを聞かないと、まあ、こういう状態になっとるわけです。で、世界のまあ軍事力というもの、特に軍事予算というのをそこにちょっとあったでメモしておく、切り抜いておきましたけれども、世界の軍事費は、まあ、4年ぶりに増加しておると。それだけまあ世界の状況が不穏になってきておるわけだけれども、一番はアメリカで、これドル建てですけれども、5960億ドルですね。まあ100円に直しても6兆円ぐらいか、もっと、増えるかな。2番が中国になった。それからサウジアラビア、ここが3番目になった。今サウジアラビアとイランが非常に仲が悪い、イラクと仲が悪いんで、これもまあ一つの大きな問題になってきておりますけれども、それからまあロシア、イギリス、インド、フランス、日本、ドイツ、韓国とこういう順番になっておって、まあ、日本もですね、これだけの経済力とそれからまあ技術力、そういうものを持っておる国としては、それなりのやっぱり国防、世界の安全保障には貢献していかなきゃならんわけですから、一番最初の日米提携ページに戻ると、安全保障の関連法案を整備して、K という欄がありますが、K、そこにあるが、先般3月29日に施行になったのは、自衛法案の自衛隊法の改正から、NSC と書いてある国家安全保障会議の設置法、ここまでが、まあ、個別法を一括して整頓したもの、それから新しい新法として国際平和支援法というのを先般の国会で苦労して、まあ、成し遂げたわけです。でその、まあ、図は状況はですね、L というところに書いてありますけれども、一番左側の矢印が上へ行くほど有事、下へ行くほど平時ということになるわけです。んで左へ行くほど日本の平和と安全に関係すること、右へ行くほど国際社会の平和と安全に関することでありますけれども、まあ、一番有事で日本に関係あるということは、その L 有事の右下にある存続危機事態というやつです。でこれはまあ右の自衛隊法改正案や、それからまた書いてある武力攻撃
存立危機事態法という法律があるんだけども、まあ、こういうのを適用して、まあ、ここに書いてある通り A という国と同盟国でアメリカがブロック衝突をしたという場合に日本の機雷装置機雷をですね取り除く作業は日本が世界一です。だから機雷で周辺の海域を封鎖するというようなことをした場合には日本の技術力を持ってそういうような機雷海の中で爆発するわけですからそういうものをやるようなことも、まあ、そこで可能になってくるということになる。その次に有事で日本に関係があるのが重大影響事態法というわけであります。でこれがこの A と B という国が武力紛争をやりだした。でそこでアメリカがですね、対処するために、まあ、B という国が同盟国、まあ、これで言うとさえが A が北朝鮮で B が韓国と見てもいいだけれどもそうした場合にアメリカはですね B 国の方を応援しますからそういう場合にはですね日本は空輸や爆薬の提供なんかができるように今回の法律になったと、まあ、こういうことです。で、こうとしたいって平時であるけれども日本人が拉致されたとかいうような問題があった場合にはですね改正自衛隊法の中で邦人の救出というものが行う場合に武器使用をすることができるようになったと、まあ、こういうことです。それからその右側は、まあ、武器等の防護部となってますがこれも改正自衛隊法の中である程度武器の問題について、使えるようになったということです。だから日本の、まあ、武器使用の三原則というのはなかなかその細かいことが書いてあるんだけどこれも、まあ、前にも話したけれどもしっかり覚えててほしいのは赤で書くと見えん。覚えててほしいのは警察はやよ警察はやっていい ことですね。これをまあ警察はその法律で決める。で軍隊はやっていけないこと、これはポジティブ、これはネガティブやね。で軍隊というのはこのやっていけないことをその決めておるわけだからやっていけないこと以外は何でもやってもいい。そういうのが戦争というものね、総力戦 で警察はやっていいことをしかやれないわけやな。法律で決まったことしか。ところが日本は自衛隊が軍隊のことになったら警察組織と一緒になってるんやって。だからまあ自衛隊の人はですね、こっちのありずしなしや、この軍隊が警察と一緒になってるもんだからやっていいことしかやれんわけ自衛隊は。だからですね、例えばこの間尖閣列島へ漁船が体当たりしてきた事件があったやろう。あの時でもですね、日本は弱腰であの船長を返してまったけどあんなもん軍人なんやって完全に。それをですねやっていいことだけが自衛隊に言われてるもんでぶつかってきたらその時にどう対応するかとかそんなことばっかり考えとる間に言葉が過ぎてってしまうことがあるんですが、例えばこの間もレーザーを向けたっていう中国の船があったけれども、そんなものをやられたら完全にそれはですねやっていけないことでありますから、その場合はこちら側からも挑発することができるんだけれども、そういうものがなかなかできなくなっておるというようなのが、まあ非常に日本の自衛隊というのの中では問題です。でさらにそれがもういざ戦いになった場合に、軍隊ではなくて警察的勢力という位置づけをされておると、刑法の適用がですよ、刑法の適用が軍人じゃなくて民間人と同じ意味で刑法の適用がされるようになる。そうなるとまあこれはえらいことになるわけですよ。
軍事的なことは軍事裁判所で決めてですね、捕虜なんかでもちゃんとその交換するとかいうようなことができるんだけれども、まあ、そういうことができなくなるもんで、まあ、そういうことで大変自衛隊の特にまあ指令を出す人は大変困るだろうということが言えるわけです。まあ、これだけまあ、こういう資料に基づいて皆さん方にお話しして、いかにまあ日本が今置かれておるこの国際的な環境で、とりわけまあ国防あるいはその日本の経済というものを維持している中で、特に南シナ海の海の確保、まあ、こういうことを考えると、まあ、大きな一つの問題があります。でここにまあ書いてないが、トランプさんがやね、トランプって名前の遊びのトランプやないか、アメリカ大統領候補のトランプさんがもし大統領になったら、これまた変わったことを言い出しておるもんで、まあおそらくあのクリントンさんになるだろうと思うけれども、まあ、TPP なんかに関してもまあなんか両方とも反対みたいなことを言っておるし、まあ、大きな問題がそのアメリカ大統領の結果も出てくるわけでありますけれども、まあ、そういうことが今の日本を取り巻く状況です。で今日の資料が ABC やなし J から始まっておるのは、過去にですね、安全保障と防衛というこういう反対の紙を渡したと思うんで、皆さん方の資料袋の中に保管されておる人があったら、それと合わせてみると ABCD から X まで、今回そういうまあ新聞の切り抜きでありますけれども進んだわけです。さてそこで、まあ、これだけ前段で現在の国際状況を話してきながら、今日 あの皆さんにお渡しした自民党の憲法改正草案の本、この本もらっとらん人ある？最近来た人で、この日本国憲法改正草案 Q&A という本や、もらっとらん人ある？はい、前に来て。その本の、まずボンと最初43ページ開いてもらうと、43ページを開いてもらうと、忘れてきた人ここに4冊だけあって貸してあげる、これは返せのこれしかあらへんもんで、ちょっと43ページ見て。自民党の草案ですけれども、現憲法の第2章国防に関することに関しては第9条です。これがちょっと読んでみると、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。これが9条の1項やな。2項がその全項の目的を達成するために、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないと、国の交戦権はこれを認めない。これをめぐって日本はいつもこの第2項をめぐって大騒動しておって、立憲主義にあっとるとかあっとらんとか、あるいはその違反だとかいうような議論が巻き起こっているわけです。で自民党はこの現在の憲法を次のような考え方で、そのページの第2章安全保障という言葉に切り替えたわけです。その考え方の根幹になるものが9ページを開いてもらうと、書いてあって、その第1番の問題は日本国憲法改正草案では9条の1項の戦争放棄についてはどのように考えているのですかと、まあ、こういうことです。その第1項というのは今読んだ上の方ですけれども、その一番下の方のところに、一番下より下から10行目ぐらいのところから、また戦争以外の武力行使や武力による威嚇が行われるのは、一つは侵略目的のもの、二
2つ目は自衛権行使の場合のもの、3番目は制裁、国連なんかが制裁するもの、そういうものがあるわけだけれども、9条1項が示すのは、パリの不戦条約で戦争はしませんという、まあ、そういう不戦条約をパリで結んでおるわけです、日本は。そのうちの中で何かいうと、侵略目的の戦争はしませんということです、これは。で、2番、3番のですね、武力行使や武力の威嚇が行われるというのは、自衛権の行使の場合と、それから国連なんかによる国際機関による制裁、これはですね、その9条1項の中には含まれていないという、まあ、一つの見解のもとにですね、憲法解釈なんかをしてきておるわけです。で、これがまず1項に対する考え方。で、次のページめくると、どういう考え方で今度、戦争9、8や、戦争の不保持や交戦権を否認を認めた9条2項を削って、新9条2項で自衛権を明記していますが、どのような議論があったんですか、また集団的自衛権はどういうふうに考えてますかというわけで、そこに回答がしてあるわけれども、主権国家のですね、自然権として集団的自衛権も、あるいは個別的自衛権も、そんなものは区別することができませんと。だから、個別的自衛権、集団的自衛権というのは、自衛権という言葉の中に全部入ってますよということが回答で、まあ、第2項を構成したと。こういうことが、まあ、ポイントです。それから、9番のですね、99。高橋直子みたいな前な、中ちゃん。その自衛隊を国防軍に変えたのはなぜですかっていうのは、今私が黒板に書いたことや、要するにその軍でないとですね、軍でないとその一つの体制がしっかり、国家としての体制ができないことがあるわけであって、警察というのは内政の治安というところがポイントになるわけだけども、軍はですね、これは対この他国との関わり合いの中で日本を守ると、こういうことが大事であるわけです。で、今まあこの今度災害が起こった熊本へも自衛隊の人が行っていますけれども、あのあれですよ、東日本大震災なんかの中では自衛隊員というのは大変やったと思うよ。あの津波で亡くなった人の腐敗したような死体でもきちんとですね、命を尊重する格好で遺体を確保してやってきた、まあ、そういうような自衛隊というもののこの規律というかな、それからまあ、自衛隊だけですからね、完全に一切の自己完結ができるのは、だから風呂も持っとるしな、風呂も持っとるし、飯炊きもできるし、水も用意できるし、寝るとこも自分のところで用意できる。で、今ボランティアをそろそろあの応募するか、助けてほしいかボランティアに参加も許可されるようにどうもなるようだけれども、やたらにテレビで言っとるのは自己完結できる形でしてくれと、あの手伝いに行ってベッドくれてやらさ、泊まるとこどこですかとか、風呂に入れてくれなんて言っとったら、それはあの向こうが余分な手が行ってしまうもんですから、あくまで自分のことは全部自分にできると、こういう形で来てほしいことだから、弁当持ちで行く、それからまあ1日や2日風呂入らなくても構わんで、まあ1日か2日やれば自分は自分で、風呂場探してですね、帰ってくるなりなんなりするというのは、そういうことをしてくれということになっておるわけです。そういうことで出来上がった、まあ、憲法、あとまあ国際平和活動のことも書いてあるが、それをこの見ると43ページへ戻りますが、自民党が作った案はどういう案になったかいうと、今のような考え方を根幹にして右の文章と比較しながら読んでいくといいんですけれども、平和主義という項を設けて、第9条、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、ここまでは一緒やな、国権の発動としてのたるなんて言葉を、としての今の戦争を放棄しですね、武力による威嚇及び武力の行使は
国際紛争を解決の手段としては用いないと、こういう文章に変えたわけです。で、永久に放棄するなんて言葉になってますが、用いないと。で、この第2項が問題だもんで、第2項は前項の規定、その9条1項ですが、それは自衛権の発動を妨げるものではないですよということで、第2項、9条の第2項で国防軍の項を設けて、さっきのところで以下、そこに書いてある9条2項の文章で国防軍を保持すると、指揮官は内閣総理大臣で、文民統制ということもそこではっきり、そしてさらに国防軍はその任務を遂行するときには法律を定めると、特にこれは安全保障基本法というような法律を作る必要があると思いますが、基本法をそういうもので、やっていくと、以下、ルール、書いてあるわけでありますが、そういう文章にして憲法を改正したらどうやという格好で国民に提起しておるわけです。で、一方、今日渡した産経新聞、これは産経新聞の憲法改正草案の国防論ですけれども、産経さんがその国防、自民党は安全保障と書いてあるけれども、産経さんは第3章を国防にしたらどうだというわけです。で、それはどういう文章かというと、日本国は正義と秩序を基調とする 国際平和の誠実を希求しとこう書いてある、ここのとこは一緒やな。で、国が締結した条約および確立された国際法の規定に従って国際紛争の平和的解決に努めると、こういうふうに書いて、ちょっと自民党のやつとは全然違う角度でやってありますが、その考え方は人に下に小さい文字で書いてあるですね、やつを読んでもらうと、そういう文章にした意味がですね書いてあるわけですが、これ読んどると時間が来てしまうんで、そこは読んでもらいたいと思います。で、第16条としてその国際平和主義やな、平和主義というものを根幹にしながら、第16条すなわち9条の2項みたいなものでありますが、軍の保持と最高指揮官というわけで、国の独立と安全を守り、国民を保護するとともに、国際平和に関与するために軍を保持するということと、それから軍の最高指導者は内閣総理大臣、文民ですね、統制をするということ。で、軍に対する政治の優先というものは確立されなければならんということで、外交やらそういうものを通じて平和の維持をしていかなきゃならん。外交が決裂するとですね、戦争になるわけですが、で、軍の構成や編成は法律で定めると、こういうことで産経新聞の方はその国防の欄をですね問題提起しておると、こういうことであります。以下、詳しくはいっぺん読んでいただきたいと思いますし、こういう Q&A、 この間お名前忘れてましたけども、太陽会の人が本を紹介してもらったが、金がいる話ばっかりで申し訳ないが、この正論、産経新聞がね、正論 SP という本を出しました。1000円やこれで、100のこの日本国憲法の論点について書いてある。で、どうかちょっと皆さん方も、もしもう少し詳しく憲法を勉強したいんだったら、この正論 SP、 高校生にも読んでほしい。そうだったのが日本国憲法100の論点というわけで、前の日もこれ書いとるが、天皇陛下との関わり合いで、ページをめくるとね、これ写したらあかんことになっとるもんで、皆さんにも渡せないんけれども、憲法論者の地図が書いてあるんやって、誰がどういう主張をしとるかといって、僕みたいな前の考え方、今の憲法は占領基本法で、あって、その前の大日本帝国憲法の条項に従って改正されたものでないから、今の憲法は無効だと言って宣言をして、一方ではちゃんとしたですね日本国憲法というのの草案を作っておいて、そしてですね、改正、全面改正したらどうやいう考え方を私は持っとるんやけど、そういうことに賛同しとる学者もおるんやて。
ということで、まあ、なかなか読んでおると面白いのはまだ僕読み切っておりませんが、もし皆さん方よかったらね、この正論 SP、こんだけ宣伝したら少しそれ前にもらわなあかんけど、ぜひ一つお買い求めになるといいと思います。その一番最後には、今日僕が配った産経新聞の憲法改正の草案全部書いてありますけれども、ちょっとこれは紹介しておきます。これじゃあ、まあコーヒータイムになるんで、これからはちょっとコーヒー飲みながらですよ。この間意見を出て非常に良かったという話も聞いたんで、しばらくの間何か皆さん方からのご意見やら質問やら思うことやらあったらしてもらうというわけで、コーヒータイムに入ります。じゃあどうもご清聴ありがとうございました。ちょっと硬い話になりましたけども、何でも言いたいことを言う会やで。先生ちょっと、はいはい、どうぞ。せっかくの機会ですから、いいよ、うん、この憲法を改正するについてですね、うん、非常に難しいんやねんかと思うね、今の国民に話する前に、うん、なんかやっぱりこう、これとこれとこれとっていう要点っていうかね、分かりやすいやっぱり方法を持っていかなきゃいけないんじゃないかと。実は戦後アメリカの軍事評論家が日本に来て、海軍省陸軍省をこう見た場合に、これほどの計画書があるのに日本は戦争に負けたと、これは計画書の計画やと言って、これでは戦争は勝てないということで軍事協力が帰った。それからもう一つはですね、パイロットを養成するのに日本は1000時間かかった。そこはアメリカは100時間でね、だいたい乗れるようにしていくと、そういういろいろなことを考えたわけだ。もう少しやっぱりね、その一般の人に分かりやすく、これとこれとこれを何としても変えなきゃいけないというふうに持っていくのが一番のベタやなかと思います。先生、はい、さすがなかなかよく勉強してみるっていつもいい質問してもらえるんですが、いい質問ですねとから聞いたことあんな、それは池上さんのあれやけど、大東亜戦争の話も出たけれども、どこから憲法を改正するかということで、まあ、分かりやすくしなきゃならんということですが、今一番タイミングがいいのはですよ、改正する 論点としては。そしてまた先般東京で全国の美しい、ね、日本の憲法を作る国民の会というのがあって、まあ、岐阜県代表して私行ってきましたけれども、そこでもまあ問題になったが、緊急事態条項やな、緊急事態条項、これはまあ今の地震やら、あるいは津波やら、災害、こういうものにその緊急に対応するための条項というのを開出するわけ、加えるわけや。加減やな、公明党やけど、加減というのは、加減というのは加える。それを新しい項目として入れるわけで、緊急事態条項から入って、まずその憲法改正の実績はそこで作ったらどうだという考え方が非常に強いです。でこれは地震なんかが起こったというなことで、まあ、一つの大きな問題があったのは、東北の地震の場合に津波で、自家用車が道路に山積みされておると。ところがこの自家用車ってのは全部個人の財産なもんで、その個人の人の許可を得ることには動かせんなんてことになってですよ。で緊急物資が運べるのが遅くなったとか、まあ、そういうようなことがあったりして、まだ他にもいろいろあるんですけれども、要するに私の権利が強調されるがゆえに、公でやっていかなきゃならんものが後になってしまうというような、そういう状況をその制限するというか法律化するのが緊急事態法になって、若干私権が制限されるわけや、私の権利の方が制限される。そういうようなものから入っていったらどうだというわけで、佐藤さんが言われる一つのこれからの課題では、
まあ、非常に中条の問題なんかから入ったらそれはなかなか難しいと思うんで、そういう緊急事態状況条項というものから入ったらどうだという方針を今美しい日本の憲法の作る会は打ち出しております。で、私もまあそれでいいと思うし、その緊急事態条項っていうのは関連してやっぱり中条の国防とも関係があるもんですから、まあ、連動させていくのは非常にいいんじゃないかなということでありますので、まあこれからどういう動きになるか分かりませんが、何はともあれよ、今度の参議院選挙で3分の2を憲法改正陣営で確保することには発議もできんもんですから、まあ、今度の参議院選挙は大きな山場になるんで、まあ、皆さん方もぜひ一つ、岐阜県では渡辺武之というのが地方区で出ます。それからまあこの神社長さんなんかは、あ、玄関入るといっぱいポスターがあったが、山谷さんあたりをまあ推薦していらっしゃるんですが、なんとか全員当選してもらって、自民党だけではない他の改憲勢力とも呼応しながら、まあ、国会議員の3分の2を確保して、その後ですね、まあ、何を我々としては捉えて憲法改正への一律化を築くがええかといったら、それはやっぱり緊急事態条項からじゃないかなというふうに思っております。で、2つ目の話のあった大東亜戦争における日本軍の問題ですけど、これはまあ、誰が見たって物量作戦の中では連合軍に対して日本の持っている物量はですよ、飛行機であろうが技術であろうが、それはやっぱり劣っておったということが一つの現実でですね、無謀な戦争をやったということもある面から言えるんだけれども、結果論として大東亜戦争がもたらしたものは負けて勝ったということではないかと思います。負けて勝った、それは負けてしまったけれども、やっぱり五族共和とか大東亜のその共栄を県を作るための会議、東アジア会議って言いますけども、そういうものを開いて、それでまあ大東亜戦争に突入していった。で、その突入していかざるを得なかったのは、今の北朝鮮でも中国が石油を断ったら、おそらくもあの国は崩壊するだろうと思います。で、崩壊したら困るのは中国だもんで、干渉地帯がなくなるからということで、まあ、生かさず殺さずというのをやっておるわけだけど、日本もあの時にですね、 ABCD 砲撃作戦と春ノートというやつでですね、完全に石油の供給を止められてしまった。で、これでまあ戦う以外にないということになって立ち上がったわけだけれども、まあ物量から眺めてもまあおそらく日本が最後の最後まで戦うに必要な武器や、あるいはまあ後方のいろんな支援とかいうようなものも、それはとてもやないが、武器を作戦で負けたんじゃないかなと思いますので、まあ、大東亜戦争をめぐるこの意義とか、あるいはその責任というか、なぜ戦争に来たのかというような問題については別途一遍しっかりと語り合わなきゃならん問題があるんじゃないかなというふうに思ってますが、まあ、ご指摘のようにそのパイロットの要請であろうが、あるいはそういうその、物量作戦、あるいは軍事機密、こういうものを、まあ、暗号なんかでかなりその盗まれておったこともあるし、それから当時のアメリカ軍、連合軍の中には冷戦というか、まあ、ソビエトを中心としてコミンテルンというですね、その共産主義の世界制覇をするような集団があって、結構アメリカなんかにも共産主義者が軍の中にも入り込んできておるというようなことがあります。日本でも気をつけなきゃならんと思いますが、そういうまあ左翼分子みたいなものがスパイ活動みたいな格好でですね入ってくるというようなこともあるんで、そういうことについては気をつけなきゃならんが、そういうような勢力もやっぱり、日本のこのを叩きつけるために一定の勢力を果たしたというような論文も書かれたりしておりますので、まあ、言ってまた大東亜戦争をめぐるそのなんていうのかな、戦争史に関しては別途語り合う必要もあるんじゃないかなと思ってます。いいかな、そんなことで。
もう一つ、ちょっと、うん、それでね、その今先生言われたように、その当然そのアメリカと戦争をやる場合には、その軍事力から生産力とかなんか全てで、うん、もう当然もう負けると、うん、いうことは大体ね、分かっておったと思うんですね。そうするとね、その当時ね、それに対する反対者とかね、知的な人がね、もう少し反対してもいいんじゃないかなと思うときあるんですが、それが意外とすんなり、まあ、それがまあ軍国主義やったんやろな、うん、一億総突入みたいなもんで、まあ、軍国主義、まさにそういう、まあ世論になってしまっておったことではないかな。それは日本人のなんか性格的なものがあらへんかね。まあ、それはあるかもしれない。あ、うん、一民族一国家だしな、うん、しかしその言葉を今度裏返しに言うと、マッカーサーはそのしばらくしてからあの戦争をどういうように評価しとるか言うと、あの戦争は日本の自衛戦争であったと、これは間違っておったと、こういうふうに言っておるわけですから、占領政策並びに、まあ、原爆を落としたことも含めてですね、やっぱり反省というものもアメリカ側にはあるわけ で今度オバマさんが広島へ来ると、おそらく来ると思います。これはあの国防長官があんだけの段取りした限りはおそらく来ると思いますけれども、最近その広島への原爆をめぐってですね、あれは良かったのか悪かったのかいう論議があるわな。で日本人にとってみや、あんた一般市民を巻き込んだ最大の世界の虐殺やないかという言い方もできるし、その前に行われた東京の空襲とかこの辺の空襲もこんなもんはあれですよ、みんな一般市民を巻き込んだから一種の虐殺ではなかったかという、そういう議論が一つにはある。ところがアメリカのですね、軍人とか退役軍人が言うのは、戦争を早く終わらせるために原爆を落としたんやと、こういうふうに言う、ね、それでだから、広島にあの書いてある記念碑はですね、二度と私たちはそのバカなことしませんからと書いてあるのは、主語がない言葉なんやな、二度と過ちは繰り返しませんからと書いてあるんや、そこに誰がやっちんやこれは、ね、日本なのかアメリカなのかわけわからんようなそういう文章になっておる。そういうようなことをめぐっても、やっぱり一つの何て言うんですかな、戦争なるものっていうのが もたらす悲劇っていうものは非常にあるんだけど、まあ日本にそういう勢力はあまりなかったんやろうな、マスコミも含めて。もう一族突入で、竹槍持ってまでやりにかかったわけですから、なもん竹槍で勝てるはずがないんやけどね、まあ、そういう事情だったんだけど、それほどまでにやっぱり日本という国が追い詰められておって、国民が一致団結して立ち上がったということも言えるわけですから、あの戦争をやるのにあんた反対派抱えてやっとったら勝てるはずないよな。ワシントンの選挙でも一緒にやったけど、陣営内に反対のやつがおったら、ね、進むはずがないわけですから、それはやっぱ戦いとなったら、頑張らなきゃならん。その前にやっぱりいろいろ議論をですね、して、方針をされたければなと思うんだけど、はい、他にどうぞ何かありませんか。ほいで、あの来月は5月の10 23日月曜日です、平日ばっかでありますけれども、まあ一つ来れる人はまた来ていただきたいというふうに思ってますし、今日一つ宣伝しました憲法フォーラム5月3日、ぜひピアノハートフルへ来てください。私ももちろん行っておりますし、それからあの DVD モットランスとはぜひ買っててください。まあ、そんなことで、お願いをいたしたいと思います。後から来た人で、あの熊本への義援金をまだ出しとらん人はちょっとだけ気持ちをあそこに置いてあるから出して帰ってください。それでは今日どうもありがとうございました。